そして6番の高橋浩二が1番後ろからという競争になりました。縦1列ホームへ帰ってレースは赤番の周回です。さあ4番の山本が先にやはり動いてまいりました。一度切っていって、そして2番の小原修介が今度は前に前にと上がっていきます。原口は今のところは引いて3番手のインコース、アウトは2番の小原修介。さあ大原が前に攻め上がっていって、バックから3コーナー鐘が入りました。さあ大原が前に立っていくところ、もう今日はすかさず行きます。1番の原口、原口が前を叩きに行って、7番の吉成ちょっと反応遅れたんですが、なんとかついていけるか。2番手のアウトコース、ここは競り合いになっていく。最終周回の1コーナー、1番の原口が逃げる展開で2番手飛びついて、2番の大原アウト、懸命に抵抗は7番の吉成なんですが、これはちょっと吉成が苦しくなった。3番手には5番の栗田が続いていく。4番の山本は後ろからまくり追い込んでいって、2センターから4コーナーへ向かうところ、前は1番の原口で4コーナー回ってくる。先頭は原口、原口が先頭を堂々振り切りました。原口翔平、あとはどうでしょうか、小原かあるいは栗田か。7レース、優勝は1番の原口、2着は2番の、小原、3着は5番の栗田で決まりました。2車単は2220円、3連単は4140円、その他はご覧の通りとなりました。